井上陽平は、日本のダンサー、コレオグラファー振付師、演出家。中学生の頃から、ストリートダンスをはじめ、ダンスチーム、スタイル系で、中学3年生の時に、大阪ダンスディライトで優勝する。その後、平均年齢が10歳近く上のチームカラーズに15歳で、加入し、数々のコンテストを優勝で総なめにする。17歳の時、カラーズでテレビ番組のダンスコンテストの全国大会で優勝し、グローブを生んだ小室哲哉発掘オーディションではショーダンサーを務める。ABEX ダンスキャンプ95では6万人の前でダンスチームカラーズとしてパフォーマンスを披露した。同年、チーム脱退後、遊び心で応募した第9回ジュノンスーパーボーイコンテストで最終選考まで残り、ジュノンボーイとして契約する。それをきっかけに19歳で東京の芸能事務所に入り役者活動をするが自分には勘違いだと判断し1年でダンスの世界に戻りその後ダンサー、ダンス講師、様々な振付師として活躍する。24歳の時自らのダンススタジオ、イルクパークスタジオを設立、親友の脚本家、大久保圭介と劇団、入れ墨、ベイビーを結成し主催もした。ありがとうございます。